なね、全町内が集まってやるっていうお祭りはやってないですよ。こんな楽しい祭りないから。名前は市川昭弘と申します。あと4日すると64歳になります。生まれは静岡県の浜松市。今から20数年前に僕を人にみんなで立ち上げて凧揚げ会を作って、それでやっと出れるようになって、で今回が22、3年目かな。自分が4代目の組長をやらせてもらったという、そういう経緯です。この凧祭りっていうのは他のところではこんな祭りやってないです。全町内が集まってやるっていうお祭りはやってないですよね。こんな楽しい祭りないから。やっぱり嬉しいですよね。他の町内の友達っているじゃないですか。このタコだけにお久しぶりっていう、もうそういう人たちが多くて、そういう部分だけでも嬉しかったですよね。こんな雰囲気のお祭りは久しぶりですね。もう本当5年ぶりぐらいですね。去年は本当にね、いろんな条件があって、マスクをしないとダメだ、糸の切り合いもダメ、お酒はもちろんダメという中で、もう半分以上の町内が出なかったんですよね。タコをきれいに揚げて、ずっときれいに揚がって、そんな感じで健康に育ってほしいという願いを込めるじゃないですか。それを僕たちはちゃんとやらなきゃいけない。初子さんのタコっていうのはもう本当に守るんですよ、みんなで。そう、初子のタコの上にこうタコが落ちてきたとか、もうそういうのはもう絶対許されないんで。浜松市はね、200何町かあるんですけど、その中でも174町集まってタコをやってるんですね。浜松城主の徳川家康の子供が生まれた、そのお祝いで入野地区の佐橋陣五郎という方がタコを作ってあげてお祝いをした、それが始まり起源なんですね。で、いまだに、まあ、入野地区では陣五郎祭っていうのをやるんですよ。朝この近くの町内の代表を集めてお祓いをしてもらって、それからみんなでタコ場に行くという、そういう昔からやってるのがありまして、昔はそのうちに生まれた長男しかやってもらえなかったんですよ。それがまあ長男だけではタコが少なくなる、だから次男、ましては長女でも OK だよっていう町内も出てきたんですよね。
まあ、コロナ前でも若い子たちの参加というのが少なかったんで、これのコロナでまた若い子たちのお祭り離れがすごく心配してたんですけど、そんなに離れていく子もいなかったんでいいのかな、そんな感じで思ってますね。お前だ。ちょっと心配してた。そろそろ見せたかったな。浜松市内でも、まあ、広いんで、あのブロックでこう分けてあるんですよ。8丁から10丁、多いところで12、3丁、そのブロックごとに列でこう並んでラッパと太鼓で寝るんです。浜松の中心部に来ると浜松市長さんがいるん でそこで浜松市万歳ってやって一回りしてさっと、そういうのが順番でこうやってるんで、1丁あたり大体100人ぐらい、10丁集まれば1000人規模の隊列がこう太鼓とラッパの音で合わせて進んできますので、ぜひ見てほしいと思います。良き時代のそのお祭りを継承してこの先の人たちに伝えていくという、その中の一つの時ですよね。